ジェマイスラミアは東南アジアのイスラーム主義組織。日本語ではジェマーイスラミアなどとも表記される。イスラームの回収という意味で一般には略称の字と表記される。ダルルイスラムとアブバカルバシルによって両者の逃亡先であったマレーシアにおいて1993年に結成された組織でタイ南部、マレーシア、シンガポール、インドネシア、ブルネイ、フィリピン南部にわたる。 イスラム国家の樹立を目的としている。組織の精神的指導者はアブ・バカル・バシル。元アフガン義勇兵が中核メンバーであり、構成員は500人から数千人程度とされている。2002年に国際連合安全保障理事会決議でテロ組織に指定された。ジノルーツは1942年にインドネシアで生まれたダルルイスラムという急進的な反植民地。 イスラム主義組織である。DEI はシャリアに基づくイスラム国家建国を目標とし、インドネシア独立戦争では西ジャワを拠点に戦い、1948年のインドネシア共和国とオランダによるレンビル協定を結んだが、この停戦協定を不服として西ジャワに独立国の建国を宣言した。1949年にインドネシアが主権を獲得すると、 D.I. との紛争が勃発、南スラワシアアッチェでも D.I. に合流する動きが起こった。D.I. は、創設者であるセカルマジマリジャンカルトスイルヨが1962年に逮捕され、銃殺刑に処されると思てだった活動はなくなっていた。字は公式には1993年1月1日に、ハドラミーであるアブドゥラスンカルトアブバカルバシールによって、 設立されたが、スハルト政権の弾圧で、両名とも投獄され、釈放後はマレーシアを活動拠点とした。スハルトが失脚すると1998年に、両名はインドネシアに帰還し、スンカールはアルカーイダとの関係を構築したが、1999年に死亡した。バシル氏はジハードを説いたが、軍事行動には消極的であった。しかし、 ハンバリという通称で知られるリドゥアン・イサムディンと出会ったことでテロ活動に転じた。ハンバリは軍事部門の指導者となり、東南アジアにおけるウサーマ・ビン・ラーディンの代理のような存在となった。字はまず、モルッカ諸島やスラウェシ島のポソデの紛争に介入し、9.11、事件以降はインドネシア国内の西側の権益を攻撃対象としていった。 9.11事件の数ヶ月後、シンガポール政府が、同国内で、連続爆弾テロを企てた容疑で、イスラム過激派十数人を逮捕し、彼らの所属組織を辞として公表し、その存在が公にされた。辞は、アルカイダやアブサヤフ、モロイスラム解放戦線、キリスト教徒からムスリムに回収した、フィリピン人たちの過激派である、ラジャスレーマン運動などとの軍事面。 資金面での共闘関係が指摘されている。2002年10月12日のバリ島の爆弾テロ事件、2004年9月9日のジャカルタオーストラリア大使館付近での爆弾テロ事件、2005年10月1日のバリ島の爆弾テロ事件などが字の犯行であるとされている。ハリドシェイクモハメド逮捕後はアルカーイダでナンバー3の地位にあったハンバリは2005年に CIA と 大警察によって逮捕され、その他の字の幹部もインドネシア国家警察のタイテロ特殊部隊などに相次いで逮捕、射殺され組織は一時的に弱体化した。しかし、インドネシア警察当局は2009年7月17日にジャカルタで発生した JW マリオットホテルとリッツ・カールトンホテル連続爆破事件も組織のさらなる弱体化を懸念した。 バシル氏の恩恵路線に不満を持つ強硬派の犯行とする見解を発表している。2009年9月17日、強硬派指導者であったヌルディントップがリタッチモント88との銃撃戦で死亡した。ヌルディントップの上官であったパキスタン人のナシール・アッパスは武装路線の放棄を表明するに至った。2010年8月9日、インドネシア国家警察は 精神的指導者であったバシル氏をテロ容疑で逮捕。強硬派が同国北西部アチェ州内に設置した秘密軍事訓練キャンプなどを摘発した際、バシル氏との関連を示す文書を国家警察が押収したとしている。2014年7月、週刊中のバシル氏はアイスセルへの忠誠を表明した。ありがとうございます。